どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、まあ、今回はタイトルにあるようなことをお話ししていこうと思います。はい、でショピンさん終わったんじゃないんでしたっけっていうふうに、まあ、ちょっと思う方もいらっしゃると思いますし、このチャンネル登録してまで日が浅い方はショピンさんどういうことですかっていうふうに、まあまあわけがわかんないと思うんで、まあ、ちょっと前提条件をいくつかお話しさせていただきます。僕は3年前に会社を辞めて起業したわけなんですけど、その時もお金もほとんどなかったので税理士さんにお願いするっていうお金もなくて、まあ、その時は仕方なく自分一人で確定申告をやって納税してっていうことをやってました。ただその知識もなければ経験もないわけで、まあ、それ言い訳をしちゃいけない世界ではあるっていうのは十分承知なんですけど、ダメダメな状態で確定申告をやって納税をしてました。でそのツケが、まあ、3年後の今、その月が一気に来て、国税調査っていうんですか、税務調査っていうんですか、まあそれが家に来ちゃったんですよ。で、トータルでだいたいもう1ヶ月半ぐらい、こう書類のやり取り、これ提出してください、これ作りました、これお願いします、はい、つって、まあいや、そんなやり取りを延々繰り返しまして、で、やっとこさ、じゃああなたの追徴がいくらですっていうのを言い渡されたんです。で、そのお金を1ヶ月半ぐらい前に、払ったっていう動画をアップさせてもらいました。地方消費税だったり復興特別税っていうのはまた別途徴収させてもらいますねっていうのはもらっていたんで、あ、分かりましたっていうことで、まあこの書類が来た時にはあ、そのことだなっていうふうに思ったんですけど、ただ今回ちょっとこういった書類も来てまして、これは何かっていうと市役所だったり東京都から来たものですね。確かに税務署としては今回の件でもう追徴は終わりっていうのは理解できたんですけど、そっか、東京都や市役所からも来るかと思って、なので今回これを開けていきたいと思います。でなんで今回こういう動画を撮ってるのかっていうと、僕のチャンネル見てくれてる方ってこう会社員の人もいますし、まあ、学生さんもいますし、あと個人で仕事してる人とかも結構見てくれてるんですよ。あとはその会社員なんですけど転職考えてますとか、会社員なんですけど起業を考えてますっていう人も見てくれているので、なのでそういう人たちに対してなんかこう起業のリアルっていうんですか、こんな感じで国税調査が来ましたとか、追徴いくら来ましたみたいなのもちょっと赤裸々にシェアしていこうと思います。まあ、あくまでも個人情報が出ない範囲でシェアさせてもらいますんで、はい。で、まあ、今こうやって書類が3つ来たんですけど、まず市民税、都民税の税額変更についてっていう案内が入ってまして、で、この下に振込用紙が一緒に入ってました。なので、この金額振り込んでくださいねっていうことなんですけど、振込金額はまずここですね、ここ、5万9000円と、20万6500円と、26万4500円という感じです。市民税と都民税に対してかかってくる追徴課税みたいなものです。もうちょっと詳しく言うと、所得金額に応じてその変動するんです。で僕今回その修正申告で所得税が結構変わってしまったので、今回この市民税と都民税もアップっていう感じで、大体約50万ですよね、これを納めてくださいねっていうふうに言われました。でこちらが地方消費税と復興特別所得税みたいな、まあ、そんな感じでいくらになってくださいねっていうのが言われてるんですけど、まずこっちが78,500円、そして10,000円、14,000円ということで振込用紙付きです。いや税理士ちゃんと最初からつけとけよっていう話なんですけど、そう、ただ僕が頼もうとしていた、もうその人のハンコが1個押してあるだけでもう税務署が 100% 受け入れて、そのまま調査もせず OK って言ってくれる人がいて、その人にお願いしたいなって思ってるんですけど、その人のが高いんですよね。でその人にもちゃんと年商がこれぐらいになるまでは1人でちゃんと勉強しながらやった方がいいよっていうふうにアドバイスもらったので、あ、分かりましたっていうことでやっていたんですけど、知り合いに元国税の人で今税理士やってる人がいるので、その人に来年からはちゃんとお願いして、もうこんなことがないように、自分の戒めとして払ってこようと思います。9月からもう今10月入っちゃいましたけど、4ヶ月間にわたってこの追徴というものに関わってきて、
そのたんびに毎秒思うことがあります。でそれは視聴者の方からいただいた言葉で、その雑魚は相手にしないっていう、税務署は雑魚を相手にしないっていう、まあ、そういった優しい言葉をかけてもらったんですよ。で僕の場合は起業して3年で雑魚じゃないって認められてこういう追徴が来たんだなっていうふうに考えると、3年で軌道を乗せて税務署からも目をつけられて、もう100万払ってくださいねみたいな感じで言われる感じになったかなっていうふうに思います。であとはその僕の知り合いでもう55歳ぐらいの、まあ、ダンディーな方なんですけど、その人は家族がいて、奥さんがいて、子供が3人いて、で持ち家がある状態でその追徴課税10年分遡られて、こういう風な感じで500万円ドーンって来たことがあるって言ってて、その時はもう本当眠れない毎日が続いたっていう風に言ってました。でそれから比べたらまだ僕は責任重大なポジションにはいないですし、まだまだ良かったのかななんていう風に思います。もう今回の件をもうなんだ戒めとして、これからはちゃんとお金を守るっていうところにもちょっと注力していこうと思います。はい、まあということで今回はもう A ショッピー何やってんの、青じゃないのっていう風に笑ってくれればいいっていう感じなんで、まあ今回の話がちょっとでもこう同情しましたって、励ましの意味を込めてグッドボタンを押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。